これだけの災害で初めてその原子力災害によって避難をしなければいけないのに、まず新聞社一社も来ません、テレビ局一社も来ません、いろんな記者がいるはずなんですけど誰一人来ませんでした。後から聞いたら行くなっていうその指令だったらしいんですね。でも私たちは安全ですって言われてたんです。20キロから外に出れば安全ですよ、そこで待っててくださいねって言われたのは私たちです。誰も届けてくれなかったんです。これが原子力災害の怖いところですよ。我々と福島にたどり着きました。新聞のカメラからテレビカメラからものすごい人たちが出迎えてくれた。でこれがビッグパレットの中の様子なんですけれども、ものすごくひしめき合っていました。今思うと記録を撮ってないんです。写真、私はカメラを持ってたので写真はいくらでも撮れたんですけど、撮っちゃいけないと思った。だから一番ごっちゃごっちゃしてた写真が1枚もないんです。で後でお話を聞きましたらば、写真記録係っていう腕章をつけて写真は撮りなさいということでした。いわき市に住んでる人、静岡県に住んでる人、愛知県に住んでる人っていうふうに地域別でも調べられるようになっています。それから、原子力災害で、の場所で立ち上げた FM は、大きく言えば世界で初めてというようなことにもなります。 でもいくらラジオ局を開いたとしても電波が10ワットですから、郡山市しか聞こえないわけですよ。町長がですね、お互い様 FM をみんなに配るタブレットのここに入れてくれたんです。福島県のその富岡町の言葉っていうのが、大阪に行っても聞けるので、なんかほっとしますというようなお話をよく聞きます。こう避難していてね、自分からこう動かないと、この避難の期間はなんか人生の中で眠っているような気がします。何かここから飛躍しないと生きがいにならないっていうか、ただ月日だけは経っていって、一生懸命懸命にこんなことじゃいけない、こんなことじゃいけないっていうことで、今ようやく自分の体験を話ができるというところにまで町民の皆さんはなっています。こんな思いで生きているんだということを一人でも二人でも伝えていただけると、私たちはすごく嬉しいと思います。本当に今日はありがとうございました。